はい、というわけで、皆さんこんばんは。今日はね、セブンイレブンのシリーズ、大好評、まあ大好評なのかわからないんですけれども、大好評セブンイレブンのシリーズでですね、ちょっと僕の好きなねメロンパンでちょっと新発売新商品出てましたので、紹介したいと思います。それがこちら。はい、というわけで、これがこちらが、メロンクリームのメロンパンということでね、38円ですね、出ております。新発売で、多分これね中にクリームが入っててめちゃうまいやつだと思います。で、ね、結構メロンパンもしかしたら苦手な人も多いかなっていう印象なんですけれども、こちらね、まあメロンクリームのメロンパン、東京都の昭島市、カロリー、370キロカロリーね、早速ちょっといただきたいと思います。いや絶対うまいよ。こんな感じ、結構ね緑色なんですよ。ちょっと開けてみるか。ごめんなさい、ちょっと手で、あれどっから開け、おお、なんかこれわさびだ、わさび、わさびみたいだね、見た目。わさびでも気づかない。ちょっとね、いただきたいと思います。うん。うん、でしょ、うん。もうね間違いないよね、うまい。メロンパン好きにはたまらないです。これね、あのどちらかというとこうサクサク系っていうよりかはちょっとこうしっとり、うん、してる感じのメロンパンになってます。でやっぱね、このなんていうの、メロンペーストメロンクリームがやっぱりあるとね、なんかまあ普通のこうメロンパンよりも、まあ中にクリームないメロンパンよりもちょっとこう、まあお菓子みたいな感覚で食べられるのかなっていうような印象です。でもちろんちょっとこう お砂糖かかってたりして、結構甘めの作りではあるんですけれども、うん、非常に美味しいですね。で結構この辺の感じは、そこの感じは結構サクサクしていて、うん、うまいね。あーうまい。結構セブンイレブンとか、まあコンビニのメロンパンっていろいろ試してきてるんですけど、意外とね、このメロンクリームのやつってそんなになくて、結構こうスタンダードな、まあクリームないタイプのやつは結構あるんですけど、意外とね、ないかなっていう印象。まあ、すいません、探せてないだけかもしれないんですけど、すごく美味しいです。皆さんもね、セブンイレブン新発売でメロンクリームのメロンパン、見かけたらぜひ食べてみてください。はい、今日のこちらのポイントですね、100点ということで、100点しかないんじゃないか疑惑も今出ておりますけれども、100点、非常に美味しいです。皆さんぜひお試しください。ではまたね、他の動画でもお会いしましょう。 See you next。最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time。